はい、皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。ショットと申します。今回ですね、新たに実装された、4キャラクターですね、こちらのキャラクターをですね順番にチェックしていく動画となります。で、数が多いのでちょっと駆け足でいきますけどもね、ご容赦ください。まずですね、アスランですね。今回実装された多分一番の大当たり、キャラじゃないかなと思います。リーダースキルがアリーナ、まあ、対人戦で最大体力 35% リーダーということで、これまずめちゃくちゃいいですね。体力リーダー結構防御貫通強い環境なので、これはいいかなと思います。はい、で結論としては、対人、アポロン、クラーケン、まあそれらで、まあ、このアスラも活躍する可能性が、まあ、全体としてあるよっていうところですね。ではスキル見ていきましょう。まずはですね、第一スキル3連続攻撃で攻撃力弱化、そして、自分の体力より低いターゲットには追加ダメージということなんですけれども、まあ、3連続攻撃持ってる時点で、あのシールド割れるなっていうところですよね。クラーケンのシールドが割りやすいなというところ、あとはあのアポロンとかで食らうダメージ量を下げられるので、これは結構魅力的なスキルかなと思います。はい、で続いてですね、第2スキルですね、この獅子の方向ですね、味方全体がクリティカル攻撃を受ける確率を2ターンの間減少させると、で行動可能な状態にするっていうことで、まあ、これは、ナイトも持ってるんですけど、行動可能な状態にするっていうスキルは、まあ、基本的には、対人でね、あるキャラクターをもう一回動かしたいみたいな使い方ができるので、これは非常にいいかなと思います。でクリティカル攻撃を受ける確率減少っていうのは、まあ、ダンジョンでのね、火ダメ減にもつながりますし、まあ、あの対人の防衛キャラでねクリ減貼れると、結構ね生存率上がるので、あの防衛としてはいいかなっていう感じがします。まあ相手剥がし入れてくること多いので、まあ、これが一概に役立つかっていうと、まあそうではないケースも多いとは思うんですけども、まあ、そういう効果も防衛で狙えるよという感じですね。でもう一つの、第2スキルがですね、3連続攻撃です。自分の最大体力比例のダメージ。そして2ターンの間、体力回復阻害っていうことですね。でかつ、ダメージ量の 30% だけ体力回復するという、めっちゃスキル効果ありますね。まあ、これ、回復阻害を持ってるので、はい。アポロンでですね、めちゃくちゃ役立つなと思います。相手回復毎ターンしてくるんでね、アポロンに役立つ。あとは3連続攻撃なので、クラーケンのシールド割りに役立つということです。はい、で最後は第3スキルですね、範囲内の敵を5回連続攻撃して自分の最大体力に比例するダメージを与える。でターゲットの強化効果を無視するという、ものになります。ターゲットの強化効果無視なんでね、まあ、無敵とか張ってるところに対しては強く出れるスキルですかね。はい、で、こちらの、強化効果無視に関しては、はい、クイーンだけになりますね。これが無敵貫通できるのがクイーンだけで、もうあと2種類あります。持続ダメージを与えるものがルークと、ごめんなさい、こっちかな、ビショップですね。なので、持続ダメージは、まあ、個人的にはアポロンとかね、あの辺で役立つかなっていう感じです。しかも5回連続攻撃なんで、まあ、発動率 50% なんですけど、持続ダメージの発動率自体は、あの 80% かつ最大4個までなんですけど、あのたくさん地ダメつけれて、処理が早くなっていいなと。まあ、クラーケンでもそうですよね。はい。で、逆にですね、防御武士を持ってるのが、このキングとナイトなんですね。で特にナイトはですね、まあ、2ターンキルを狙える可能性があるので、非常にいいスキルだと思います。はい。で、自分の体力よりも低いターゲットに対して防御無視が発動するっていうことなので、まあ、動かして、で、相手のネクサスを狙える位置につけて、で、この5連続攻撃を放つと。で、ただし、ネクサスより体力高くないといけないので、まあ、しっかりね、まあ、超越したりとかして、体力を上げて、まあ、コレクションボーナス狙うのはしんどいですけどね。あとはネクサスバフとか。で、それこそリーダースキル活用してね、やるのがいいんじゃないかなと思います。これかなりいいスキルだなと思います。かなりね、アスランナイトは本当に当たりかなと思いますね。で、ルークビショップはダンジョンで使ってみたいなっていうのが個人的な感想でした。はい。で、孫悟空ですね。孫悟空も、まあ、ダンジョン用かなっていう気がしてます。で、昇級戦で攻撃力 35% リーダーなんですけど、まあ、これはいいですよね。で、第1スキルは、まあ、アスランと同じく3連続攻撃になっていて、防御力弱化を持ってます。で、防御弱化を持ってるので、まあ、対人でもいいと思いますし、逆にダンジョンとかだとボスに対して縦割り取れて、すごくいいなと思います。はい。で、第2スキルがですね、4連続攻撃なんですね。で、かつ、自分の体力が最大ならば、3ターンでダメージ量の 30% のシールドを貼ると。で、4連続攻撃のダメージ量 30% だけ回復すると。まあ、回復しても意味がないときは、シールド貼るよっていうスキルになりますね。これがルークと、キングと、ナイトかな。
で、クイーンとビショップは別のものになります。でその別のスキルっていうのが味方ターゲットと席を変えながら体力を 15% 回復、2ターンの間自分は防敵効果を得るというものになります。まあこの味方ターゲットの席替えってハデスとか持ってて強いんですけど、まあ即行動可能にならないですしね、これね。でまあ無敵いいなって思うんですよね。まああの味方ターゲットと席を入れ替えた後に第3スキルを打ちたくなるんですけど、ちょっと問題なのは第3スキルで、敵全体ですね、範囲内の敵全体を2回連続攻撃なんですよね。でダメージ量の 50% だけ最大体力破壊、3ターンの間自分は貫通防御効果っていうもので、ネクサス割り切れないっていうね問題があります。まあこれがちょっとどうなのかなっていうのが個人的に思ってるところですね。はい。で、クイーンの場合はこちらは弱化効果を2ターンの間ランダムで2個与えるというものになります。はい。まあなので、体力破壊か、弱化効果つけるかっていうことですね。ちょっとこれランダム性高いですね。ただあのランダム性高いんでこれどうなんでしょうね、スタンとかもばらまくのかな。だとしたら結構運要素絡められて強いかもしれませんね。はい。で、最大体力破壊の攻撃についてはないとも思ってます。でルークに関しては、弱化効果ですね。はい。ビショップも最大体力破壊か。でちょっとキングだけ変わってまして、味方攻撃を受けるたびにですね 60% の確率で反撃すると。でバトル開始時に行動不能に対して免疫になるっていう、これ反撃持ちなんですよ。で一応行動不能も免疫で持ってるということで、個人的にはですねこの反撃性能が、結構いいんじゃないかなと思ってます。でなぜいいのかっていうと、これ反撃した時に気絶のね装備とかつけててスタン取れたりとか、まあクラーケンとかね特にあの足がうざいじゃないですか、あの足を破壊しに行くのに役立ってくれるんじゃないかなとか、そんな風に思ってます。で反撃しに行った時第一スキルでね攻撃しに行ってくれたんだったら縦割りつけれる可能性があるので、これまたいいなと思いました。まあこれちょっと仕様をちゃんとチェックしたいなと思ってます。はい。でそんなとこですね、順5はね。であと順4ですね、2種類追加されてます。ミカかなちゃんですね、ごめんなさい名前間違えました。攻撃、リーダーですね。はい。で第一スキルが回復阻害なので、まあアポロンとかね、あとはまあネクサス割りに行った時にまあ回復されないようにするとかは結構いいかなと思います。で、あと第二スキルが3連続攻撃で2ターンの間スタンっていうものですね、気絶で、この気絶と持続ダメージの2種類が存在していて、気絶は、ルーク、クイーンで、残り3方向が持続ダメージという感じですね。自ダメ3連続はアポロンとかね、ダンジョン系で使えるかなという感じがします。はい。で第4スキルがですね、範囲内の敵4連続攻撃、攻撃型の守護者にはダメージ量が2倍になるというものになります。でこの攻撃型の守護者に対して4連続攻撃でダメージ量が2倍になるっていうこちらのスキルなんですけれども、果たして使う機会があんのかなとかちょっと悩むところはありますね。もしかしたらダンジョンで使えたりするのかなとか思うんですけど、どうなんだろうな、ちょっとこれは悩ましい感じがします。まあ相手の攻撃型の守護者を確定で落としたい時とかはいいのかもしれませんね。はい。で、あともう一つが奇跡のつむじですね。これが敵全体を攻撃し、範囲内の敵全体攻撃して範囲外へ弾き飛ばすと。で、3ターンの間体力回復の邪魔。弾き飛ばしのスキルは、まあ、うまく機能すれば防衛で強いかなと思うので、これはちょっといいなと思いました。はい。まあ、あの旅夫とかでね弾き飛ばし持ってるやついますよね、あんな感じです。で、まあ、旅夫はスタンするけどね。でこっちですね、ナイトに関しては、ターン開始時2ターンの間最も攻撃力の高い味方のターゲット活動範囲を拡張するっていうことで、活動範囲の拡張を持ってるわけですね。まあ、これもどうなんだろうな、地味だなっていう感じがしますけどね。なんかナイトの範囲拡張って相手超えれるようにならなかった記憶があるんですけど、どうなんですかね。ちょっとそこをもしご存知の方いたら情報を求めます。よろしくお願いします。はい。続いてですね、月下ですね、敵中リーダーです。で第一スキル3連続攻撃の回復阻害、まあアポロンで使えそうかなみたいなとかね、対人で回復阻害で使えるかなと。で第2スキルがちょっと変わっていて、味方ターゲット3ターンで石化させて防御力増加で体力 60% 回復っていう、なんかこれよくわかんない不思議なスキルなんですよね。これを、クイーンも持ってますね。クイーンとナイトか、はい、が持ってるかなり不思議なスキルで、これ何なんだろうっていうちょっとなんか疑問ですね。なんか用途があるのかもしれませんね。個人的にはかなり気になってます。はい。であとは範囲内の敵を5連続攻撃、 50% の確率で2ターンの間沈黙っていうもので、まあ、沈黙結構うざいなって思うんですよね、対人とかで使ってても。これだからいいなって思います。はい。であと5連続攻撃なんでね、
うまく機能すれば、まあ結構、でもなんかダメージ倍率低そうな感じはしますけどね。まあ、あとは連続攻撃なんでクラーケンで使えるかな、みたいな感じでしょうかね。まあちょっと安直かもしれませんけどね、連続イコールクラーケンは。はい。で、最後に 80% の確率で敵全体に適用された強化効果は2個解除。バフ解除は結構でかいですね。これちょっと待ってくださいね。バフ解除自体は、すいません。こいつだけかな？はい。ルークだけですね。あとは強化阻害ですね。キングとクイーンですね。強化効果をつけさせないようにするのがキングとクイーン。まあ、初手無敵とか張ってくる防衛、まあ、今珍しくなったのかもしれませんけど、まあ、そういうところにはいいかなと思います。はい。まあ、なかなか今防衛で少ないかなと思いますけどね。あとはちょっと2ターンの間敵の移動を邪魔するっていうこちらのスキルが、防衛でもしかしたらハマったら強いかなと思いますね。動きたいんだけど、もう次のターン1マスしか動けないから攻撃できないとかね。そういう妨害の仕方はもしかしたら強力なのかもしれないと思ってます。はい。まあ、このスキルは防衛向きかなっていうふうに見てますね、個人的にはね。なので結構このビショップとかはウザキャラになるんじゃないかなとか、ちょっと妄想したりしてます。ということで今回はね、新キャラ4体のお話させていただきました。まあちょっとね、駆け足だったんですけども、まあとにかくね、アスランはめっちゃ強いと思います、これ。アスラン欲しいっすね。まあ前回実装されたターナもやっぱり5連続攻撃がちょっとめちゃくちゃ強くて、まあ、正直まあ、装備を本当に防ぎきれるのかなみたいな。特にナイトのね、で、そういう連続攻撃持ってるキャラは、まあ、隣接してネクサスの前に置いてると、まあ、それ飛び越えて攻撃されちゃうんで、まあ、かなり苦戦しそうだなと思いながら見てましたけどもね。うん。はい。ということで、今回はね、新キャラのお話させていただきました。まあ、今、図鑑を見た感想なので、まあ、ぜひ皆さんとね、意見を交換しながら、いや、これこう使えそうだよねとか、いや、これ強そうだよねとか、そういうお話がね、コメントでできれば嬉しいなと思いますので、ぜひぜひ皆様、お知恵をね、お貸しいただければなと思います。それではまた次回の実況動画でお会いいたしましょう。面白しければチャンネル登録、コメントをお待ちしております。ありがとうございました。バイバイ。